全てはオーディンの手中であった。彼は連合軍の攻撃により弱ったアレスからゼウスの力を吸収、全世界の絶対神となるべく着々と準備を進める。この危機を救う鍵となるのはオリンポス神ゼウス。オーディンの暴走を止めるには彼の力が必要であった。連合軍はゼウスの体の行方を知るロキとの接触を試みる。オーディン配下のロキを説得するのは容易ではない。それでも世界を救うため人間は進まねばならなかった。アレス殿、やっと追いつきました。お一人では危険です。どうか私たちと共に。俺は父やアテナとは違う。人間などと慣れ合う気はない。アレス、救われておいてまだそのようなことを。自分の過ちは自分で責任を取ろう。どんな手を使ってでもな。アレスさん。ああ、行ってしまいました。やれやれ、どこまでも勝手な神様だ。果たしてそうでしょうか。先ほどのお話を聞く限り、アレス殿は本来真面目な方のように思います。相当思い詰めたご様子、大丈夫でしょうか。うん、気になるな。アレス殿が危なくなる前に私たちも急ぎロキ殿を探そう。ロキ殿はあそこに。急ぎ向かわねば。バカめ、この敵が多くては近づけるな。手分けして敵の砦を落とすのじゃ。この戦の指揮を執るのは政宗様です。私がそばにいるとはいえ無茶無謀は控えられますよ。目の前の敵をやっつけて砦を奪えばいいんですよね。人間が撃ち取った。そうだ、銀兵、ロキ殿の元まで道を開くぞ。父上の亡きならぬ愛か、力ずくで聞き出してくれ。ロキ、オーディン、絶対に許さんぞ。さすがです。あなたならばと思っておりました。真の武勇。敵の動きが読み切れません。念のため孫一様、ディナ姫様には本陣を守っていただきます。ならば私も本陣の守備に当たろう。それは嬉しい申し出だ。女神さんのことはこの俺が守ってみせる。あそこにいるのは漁夫のメスね。また戦わなければならないなんて。見覚えのあるやつだ。少しは楽しめそう。あの方は何かのために戦っているのではない。ただ戦いそのものが目的なのですね。ああ、暴威を振るい、ただひたすらに争いを求める。それが両方。貴様はなかなか手応えがある。簡単には潰れてくれるなよ。あなたを撃ち、ロキ殿に会う。それまで散りはしない。この砦を制圧してやったぞ。さすがは絶対神の子。じゃが両夫が暴れており、
油断は禁物だ。この砦では超支流が抑えた。あっぱれよ。じゃが敵も黙ってはいまい。気を抜くでないぞ。こたびの戦果、終着至極に存ずる。君たちに兵力では敵が圧倒的に多い。なのになぜ奴らは数で押しつぶそうとしない。ご無礼ながら私もそこが引っかかっております。慎重に敵の動きを見極めるべきかと。そういう時こそ勢いに任せて突っ込むべきだよ。ここはリナだ。諸突はならんぞ。諸突は小十郎を信じ控えておれ。ほう、面白く。ではすぐにひねり潰してやる。待っていろ。こちらの砦は抑えました。お見事でございます。しかしまだ呂布が暴れている様子、ご注意。来い、勝負の続きだ。ひねり潰される覚悟はいいな。全身あんまり。この戦場、俺が混沌に飲み込む。やるな。行くぞ。これからもその調子で励むがいい。腕輪があったか。もはや奴らの勝ち目はない。行くぞ。無駄な抵抗はやめ、安らかな死を選ぶべきだ。私は願いを叶えるために生きてきた。あの屈辱の日々、忘れられるはずもない。貴様はそこらの雑魚とは違う。つまらん戦はしてくれるなよ。お前を楽しませるために戦うつもりはない。私は世界を救うために槍を振るうんだ。手を重ねろ。取った。あんたみたいな腕利きがいちゃ傭兵の出番がなくなっちまう。昔の冷たいあなたも、近頃の柔らかいあなたも好きだ。え、そのありがとうでいいのでしょうか。ナゴイチ、戦の最中にオナゴをくどくでない。異世界に来ても貴様はまるで変わらんな。付近の砦は概ね抑えました。にもかかわらず敵が動く気配を見せないと。愚かな人間ども。ゼウスの力を得た私に抗おう。無駄なこと。現れました。私が出よう。全軍、オーディンの進攻に備えてください。ついにオーディン殿が降臨しましたな。私はこの時を待っていたのです。オーディンが来ては戦場が荒らされてしまう。神宮、なぜ父上を邪魔する存在を喜び迎えるのだ。ここは父上がようやく巡り会えた最高の戦場。誰にも邪魔立てはさせぬ。ドレイキ、出るぞ。娘が動いた。小次郎様、ここは私に行かせてください。私の静止を振り切り突っ込む気満々のご様子なら、行って蹴散らして来ていただきましょう。少しはできるようだ。その程度で俺は倒せんぜ。やるな。これからもその調子で励むがいい。戦を邪魔され怒った呂布はどう出るか。
これが向こうの軍師の狙いだとする。雪村様、アレス様、オーディンを止めてください。無理に倒そうとせず時間を稼ぐのです。承知しました。オーディン、できれば引き裂いてやりたい。今正面からぶつかったとて勝ち目は薄い。趙雲様と銀兵様は雪村様たちの援護、くれぐれもご無理はなさらぬように。承知した。私の力で抑えられるか自信はないけど頑張ります。来い、今度こそ俺を満足させてみろ。こじろ、龍が出るぞ。欲の相手はわしに任せよ。政宗様、無駄に活躍していただいても困ります。足止めするだけで構いませんので。ユアレストも心得ておるわ。よくは強敵だ。母様、私も共に行こう。ユアシの女神をあんな危ない男のそばにはやれないな。とはいえ諸国盲信する姫君も心配だ。ご心配なく、ヨフの娘は私一人で抑えます。なのに敵が多くて進めない。わかりました。手を重ねろ。さあ先に出してやろう。我が手に力を。貴様が無双の力を持っているだと。褒めてやってもいい。おお、貴様も神か。面白い。俺と戦え。私の力は見せ物ではない。だが人間たちのためお前を止めよう。けどもう少し俺の力を頼ってくれてもいいんだぜ。私を倒せて喜んでいるよ。この後さらなる絶望に襲われると知らず、どこまでも立ちはだかるつもりか。父上の戦を邪魔するならば容赦はしない。オーディンに従えば人も世界も皆滅ぶのです。そんならば呂布ももう戦うことなどできない。永遠に戦えるという話は嘘なのか。しかし久々に楽しめたぞ。いいか、俺以外の奴にやられるなよ。我が手に力を。ゼウスの力を得た私は完全なる存在。永遠に滅びることはない。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。貴様の本気を俺にぶつけろ。えい、孫一、待てなばかりによって真面目に戦うか。美しい女神から目をそらすなんて無理な話だ。それで敵にやられるなら本望だ。それは困るな。できれば無事に生き延びてほしいわ。私はどうすればいい。さっきの大事な行動に父上を打ち取ったり。ケーキ、一緒に戦ってください。皆のため、そして何より、あなたの父上のために。その言葉に偽りはなさそうだ。分かった、私もお前たちと共に行こう。俺をオーディン、俺の戦いの邪魔をするな。力ある人間はユグドラシルの良い餌と。あまり消耗させたくない。リョフ、お前は3。下がれだと。ふざけるな。好
好きに戦えるというからお前についてきたのだぞ。戦いを邪魔するな。もはやこれを次に俺が消し飛ばすのか。貴様だオーディン、簡単には潰れてくれる。貴様との戦いが一番楽しめそうだ。さあかかってこい。目先の欲に負け私に逆らう。どこまでも愚かに男だ。今こそ攻め立ててやろう。こたびの戦果終着至極に存ずる。私に挑むとは愚か。力の差に絶望するがいい。ヨフ殿の敵は我らの敵。我が軍はこれよりオーディンの首を目指しますぞ。私が行こう。やはり向こうの軍師はヨフが離反するのを読んでいたようです。故に攻めに出ずオーディンの到来を待っていたか。おやおや、私の策に気づいた方がおりますか。連合軍にも一癖ある軍師がいるようですな。大事な力をこれ以上消耗させるわけにはいかない。愚かな人間がまた紛れよう。逃げるなオーディン、まだ勝負はついていないぞ。オーディンは去ったようですね。急ぎロキ殿の元へ向かわねば。お前の活躍目覚ましいな。共に戦えること嬉しく思うぞ。お前もしやこの事態を読んでいたの。兵の動揺を抑える手には即興とは思えぬぞ。神の思惑と恐怖殿の理想とは相入れぬもの。私は二つをあるべき姿に戻しただけですぞ。見ただろ、君たちにオーディンは倒せない。そろそろ諦めることを進めれば。それはできません。私たちは最後まであがいてみせます。参ります。ロキ殿。ロキ殿、私たちの思い受け止めてください。素晴らしき技の数々、きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。私の願いが叶えば、あと少し。邪魔をされては困るんだ。俺とてここで引き下がれるもの。自分の失敗はこの手で贖う。ロキ、お前のその迷いは何だ。なぜ君たちは諦めてくれないんだ。教えてください、ゼウス殿は一体どこに。ロキ殿、この景色は。ロキ殿、ありがとうございます。しかしなぜ。今さら奴が出てきたところでオーディンの計画は止められはしない。止められないんだ。彼らはこのまま滅びる。私の願いはたった一つ。叶えるためならどんなことでもしよう。それなのになぜ私はこんなにも迷っている。ロキ殿はゼウス殿の居場所を教えてくれてよかったです。奴にしては珍しく何か迷っている様子だったな。いつも余裕を崩さぬいけすかぬ男だというのに。
味方として共に戦い、そして敵として対し、人の強さと可能性に気づいたのかもしれぬな。そしてこのまま滅ぼすには惜しいということに。そうかもしれない。まあ鬼神も味方についたんだ。人間はそう簡単に滅びたりはしないさ。ふん、俺は強いやつと戦えればそれでいい。あのままオーディンの元にいればそれができんからこちらに来た。それだけだ。ふう、呂布殿はどこの世界でも変わりませんな。オーディンを裏切っていただくためにどれだけ苦心したことか。陳宮さんは呂布さんを寝返らせるために敵軍に？もちろんですとも。オーディンに全てを滅ぼされてはたまりませぬ。ですが呂布殿が奴についたままではあまりにも危険ですから、呂布殿が裏切るよう仕向けたのです。あの方にとっては自由に戦えぬことが一番の苦痛ですから。陳宮、よくも父上を利用するような真似を。でもそのおかげであなたはお父上と戦わなくて済んだ。世界を救うために一緒に戦う方が素敵でしょ。それはそうだが。これからよろしくね、デーキ。それにしても厄介なことになったわ。まさかオーディンを倒すことができぬとは。何度も蘇ってしまうなんて、ゼウスさんの力を得たからなんでしょうか。このままでは破壊神を倒したところでオーディンの野望は止められぬかもしれない。戻って皆で対処法を考えねば。他の者と連れ立って。